はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。で、砂漠の町アシュラの世界に来てですね、まあ、一回ちょっと戻ってガラクタにサブマシンガンを買ってあげました。これでガラクタはグループ攻撃ができるようになったということと、あと前回パラメーターちょっとチェックしながら、まあ、鍛えていったんですけれども、あのミカミックスとかね、今力13になってますけど、これそういえば秘宝の力込みだったんで、素のパラメーターが今現在の、表示されている感じになります。ミカミックスは力13、素早さ12、防御は7で、愛人ですね。愛人の魔力が、魔力のマギを外すともう6しかないんで、これちょっとやっぱり弱いよね。そう考えるとサイコダガー中心に使って魔力を上げていきたいというところはあります。で、ペットは前回肉食ったんで、パラメーター的にはめちゃくちゃ強くなってますと。じゃあちょっともう一回秘宝を、装備させます。ガラクタはまあ防御でいいでしょ。で、ミカミックスは力のマギ、これで力が20で、愛人は魔力のマギを装備して、で、ようやく13だから。で、ペットどうしよう。素早さ鍛えすぎてもなっていうのもあるんで、炎のマギとか本当はつけたかったけど、もう炎使えないし保留。じゃあちょっと話を聞いていきますか。ここは砂漠の町、ならず者の天国。アシュラ様は秘宝の力で新しい神となってこの世界を支配している。こっちにイベントがあるけど、こいつと話そう。アシュラ様の塔はいつも砂嵐に隠されている。こんなに人間みたいで美人なメカは見たことがない。かわいそうに砂漠の盗賊たちに襲われて捨てていかれた。思考回路さえあれば、思考回路さえ見つかればまだ動く。このメカを使いたいならこの町周辺の砂漠とこの先にある砂漠をくまなく探してあげる。多分この町の周辺に埋もれているだろうよ。きっといい働きをしてくれるだろうさ、こんなに美人なんだから。美人のメカでいい働きって何に使おうとしてるんだ。あとこっちもイベントがあるんで、こいつ話そう。アシュラ様は最強の秘宝を手に入れ、他の世界を征服して唯一の神になろうとしている。ここはパブか。隣の世界には巨人が住んでいたっていうけど、今はもういないらしい。一杯10ケロ、まあ、飲んでいきましょう。イベント発生。砂嵐の中で黒い塔の影を見た。あれがアシュラの塔かも。町の西にサボテンがある。そこからサボテンをたどっていけばいい。最後のサボテンの近くに塔ある。え、イベントって何起こった今。ちょっともう一回やってみよう。なんか押せみたいなのが、あ、押してみよう。おう、イベントに移行した。砂嵐の中ってことはやっぱり砂漠に行く。お前さんたち砂漠に行くのかい。秘宝の話だが、町の外の砂漠にはお宝が埋まっているって噂だ。リュウサの先が怪しい気がする。お宝、愛する人へのプレゼントにしましょう。俺にくれんのか愛人よ。まさか愛人の方からプレゼントをくれるとは。砂漠の中をじっくり探せばきっと見つかるに違いない。まあ俺がプレゼントしてあげましょう愛人に。新たなトレジャーポイント。トレジャーポイントって何。さっきこのおっさんだよね。アシュラ様の塔は東のサーリュウサの中、間違いなし。こいつまたいるね。いい感じの曲を思いついたら聴いていくかい。まあ聴いていくか。まあこれは話しかけるたびにイベントが進んでいくと思うんで、まあ見かけたら話していきましょう。アシュラ様の塔は西のリュウサの中、誰にも言うなよ。アシュラ様の塔は南のリュウさんの中、これで決まり。ああ、なるほどね。なんかみんな適当なこと言ってるけど、多分サボテンを追っていくのが正解かと思われます。で、特にサブマシンガンを買ってしまったんで金がなくなったんで、装備はこのままでいきましょう。リュウさんの先がどうちゃらみたいなのも言ってたけど、敵は戦って肉落としたら食ってこう。どんどんサブマシンガンはもったいない。弓でいこう。まずブロンズの盾で、ロングソードを普通に使ってこう。でサイコダガーだな。枝これ、そう
戻ったから戦闘が短縮バージョンになった。最高だか。これでちょっとマジで魔力を上げたい。で弓も使ってこう。スリップルなんやねんマジで。グリーンスライムの肉食べよう。どんどん食ってこう。いいのになったら一旦そこでストップさせる。え、な、馬みたいになったんだけど何これ。牙キック、鼻息、鼻息って何、麻痺か。ちょっと愛人ケアで回復しよう。全体攻撃を使えるやつがいいんだよね。ちょっとチェインかけるか。チェインかかんなかった。能力アップのためにゾンビとグリーンスライム。ロングソードはまだ予備がある。牙強え。一発だな。でもこれくらいだったら能力的には大丈夫なのかな。この流砂が何これ。お、これは適当に動き回ってただけだけど。思考回路、これ思考回路1個でいいの。ちょっと一回戻ってみよう。この思考回路をつけてあげればいい。よし、動きますかね。ワクワクペットがワクワクしている。ありがとうございます。助けてくれてありがとう。お願いです。パーツが足りなくて動けない。砂漠のどこかに捨てられたパーツを探してきてもらえないでしょうか。お願いです。助けてください。まあいいだろう。助けた暁には君を存分に使ってあげよう。なんか超怪しい感じだけど。いや怪しいって俺の言葉がね。いやらしいことにしか使う予感がしない。とりあえず砂漠を探索しよう。じゃあちょっとここにもイベントポイントがあるんで。何か埋まっている。ん？ストレージデバイス、これか。でちなみにお宝って何だったんだ。このリュウサの先が怪しいみたいなこと言ってたけど、だからリュウサも無理やり進めるしね。このストレージデバイスのことかな。これこっちに流されるんだよね。今何にもボタンを押してないけど、こっちはぶっ倒していこう。ゾンビグリーンスライム太鼓ダガーが1400円とかだっけ。これで決まりなんだよね。そんな頻繁には上がらないねステータスは。さあこれでどうだ。ストレージデバイス、ありがとう。残りのパーツもお願いします。ゲーまたあんの。ああここ行っちゃうとアシュラの塔周辺か。全然先が見えないね。砂漠をもうちょっと探索しよう。やっぱり何もなさそうだったからちょっとこっちまで捜索範囲を広げますか。まずはちょっとこの外壁周辺を壁に沿って動こう。視界が全然良くないね。お、あそこイベントポイントが見えた。あ、なんか奥の方にもさらに見える。何か埋まっている。リセットユニット、リセットしちゃっていいの。で見えたのはあれこっちの方だよね。あ、これ街か。さらに奥、ここへ行こう。
何か余っている。メンテナンスキット、どんだけ余ってんの。で、マッチがどっちの方だ。しまった、分かんなくなってしまった。ちゃんと地図を見ながら、どこだ、マジで分からん、マジで分かんないけどさ、リュウサとかシカトできるかんね。あれ、アシュラの塔じゃん。その前に町へ行きたい。え、町だったよね。でもなんか適当に行ってて好きそうな気はするけどね。とりあえず探索。一応ここに入ってみよう。アシュラの塔かどうかだけ。けまたこいついるんじゃん。またあったね。メルがここにいるって聞いて探しに来た。メルを見つけたら教えて。え、なんか分からん、分からんけど多分ここだな。いや、俺は町に行きたい。確かアシュラの塔の近くに町あった気がするんだよね。さっき入っとくべきだった。イベントに釣られたかんな。サボテンをたどっていけみたいな感じだったよね。そういえばその過程で町に行けないかな。あった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 。アシュラの町。一匹のゴブリンが秘宝の力で頭3つに腕4本の怪物に変身した。それがアシュラ。一応寝とこう。いくら18円だったらいいや。回復させるのめんどくせえ。だって大して戦ってないから金が貯まってるわけじゃないんだよね。癒しの杖がある。17,000円、超高え。これ全体回復だからね。エリクサーはなんかどこにでも売ってんな。防具は売ってない。武器屋を覗こう。よくここまでたどり着いたな。誰かが塔の場所をチクったんじゃなかろうな。え、ここの町とかもさ、秘密なの。サイコダガー、スタンガン、デリンジャー、バートラックス、サーベル清流と3200円か。サーベルは素早さ系だね。で、清流刀が力系。なるほど。一応ここで全部あるな。魔力、力、素早さ。高いけど。少し戦闘して稼ぎをした方がいいのか。これは関係ないよね。ガーディアンのスパイを見かけたら知らせてくれ。鞭を持ったキザなおっさん。何かがあるってわけではなさそう。アシュラの塔登る。どっちから行けばいいんだっけ。どっちからどう来たっけ。こっちか。ちょっと敵と戦おう。人面か。この牙で終わりそうなんだよね。強い。アイテム手に入れたから帰ろう。サボテンを目印に帰る。ちょっとサボテンが分かんねえ。で、敵は、まあ、ちょいちょい戦っていきますか。人面が3体1体ずつ処理していこう。能力アップのために。愛人最高だが、レイピア、レイピアもちょっと数が減ってきたな。弓もない。上がらんか。
つもなんか向きが分かんなくなるんだけど、これあれどっち向かってる俺。3体1体ずつ処理する。ロングソードで倒せる。サイコダガー使ってみる。テイ140、大して変わんねえか。大して変わんないけど強い。肉食おう。グリーンスライムの肉か。もう一回食おう。アメフラシどうなの。ちょっと能力を見る。溶かす酸性油。全体攻撃5回か。ちょっと攻撃回数は少ないね。でも全体攻撃があるのは強そう。2体はちょっともったいないよね。というわけでサイコダガー溶かす。そうか、溶かすとは、ああ攻撃力弱い。でも何グリーンスライムなかなかやるな。使い切る。最大ヒットポイント。お金とパラメーターのためだ。あ、これ酸性油使おう。一回酸性油使おう。てか魔法使うとさ魔力上がったりする。それにかけよう。魔法を使うと魔力が上がる。どうなの、毒にできんのか。炎別に上がらない。でこれサボテンでしょ。これもサボテン。でこれもサボテン。でこっから戻れますと。チェーンかけよう。やっぱりこれはいけるっしょ。で全体攻撃めちゃくちゃいっぱいんだけど、サブマシンガン投入しよう。大通りだこ。で炎で酸性油移動しろ。属性ガードとかマジか。酸性油が効かない。岩だった。サブマシンガン強すぎる。くらえ。ベイブルか。ザコが効くの。デリンジャーとかパンチとかって痛そう。しかしメカのパンチであれば大丈夫。デイピア最高だから一応やっとこう。酸性油は効かないってことは溶かせる。溶かせた。デイピアパンチ弱い。最高だが。よし。え、長剣の扱いが上手かった。そういうシステムあるんだっけ。踊りでこの肉か。食べよう。グリーンスライム。お、酸性を継承した。マジか。それいいんじゃん。ちょっと能力見よう。ペットゲ弱え。溶かすと酸性しかねえじゃん。そもそもクリーンスライム変えて。え、馬とか超強かったんだな。じゃあやっぱりチェーンで戦った方がなんとなく良さそうな気がする。一回一回コツコツ戦うより。鳥はねなんかちょっとつも押しでどっか飛んでっちゃうからね。こいつもまっすぐにしか来ないな。ちょっと武器だね。装備バトルハンマーはもう弱すぎるからロングソードで。弓ってどう。鞭って
力か。パンチ、技ってなんだよ。最悪バトラックスを装備すればいいから、最高だがもう一本買っとく。4097円か。ここ何売ってたっけ。覗いていこう。あ、レイピアムッチ、あ、ここもサイコダガーは売ってんな。じゃあもう一本サイコダガー買っとこう。金策がめちゃくちゃ重要だな。そう考えるとやっぱメカっていいよね。回復できるから。メンテナンスキット、リセットユニット、ありがとう。これで全部見つかりました。やった。で、何の役に立ってくれんの。動きが止まりました。ふう、やっと元に戻った。この世界も飽きたから、そろそろ他の世界に行こうかな。あなたたちありがとう、助かった。私はえ、なんかエウテル、これあげる。250マジックパワー、じゃあね。やっぱうちに帰ろう。意味不明すぎる。助けた苦労って無駄じゃなかったんだよね、多分。マジックパワーか。マジックパワーは戦ってれば勝手に増えていくからね。まあ思ってたよりは大したイベントではなかった。寝よう。あとそのトレジャーポイントのお宝っていうのがよくわかんないけど、パーツのことだったのかな。ちょっとこいつと来い。おいいねいいね。サンチェイン殲滅する。サンセーブも使おう。スライム、サブマシンガンも撃ってこう。人面化、ロングソード、炎、サンセイウ、おら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 。暗闇、あれ暗闇って治る。これサンセイウ、まあまあだね。肉、ゾンビか、食べよう。もうちょっとペットちゃんが弱くなっちゃったから。ジャガー、三聖を継承して、これ継承の意味が分からん。そして暗闇になってるっぽい。え、買ってった方がいい。ちょっとポーションばっかりだな。アイテムもなんか、はい、これ以上持てるかどうかよく分かんねえし、一回道具とかも整理した方が良さそうだね。一応ワンセットずつ買って、まあ4個あるからね。十字架と金の針も備えあれば憂いなし。金の針めちゃくちゃ高かったけど1200円したから、まあ、早々石化にはならないと思うんで、じゃあちょっとこのままアシュラの塔を目指していきますか。チェインセントはしよう。まあ一体一体倒していけばいいと思うんだよね。炎と三聖油で。ジャガーの三聖油ってどうなんの。ミスった。25、敵の数が多いからな。あ、連携しとけよかったか。こういう時に弱い。この攻撃のラッシュはやばくないか。56、3回食らったら死ぬ。傘強えな、単体攻撃力が。やばい、愛人が、俺の愛人に手を出すな。クリーンスライム、よし、これは耐えた。愛人の怒りの炎くらい。まだ残ってるか。踊り役が残ってんね。ちょっと盾になろう。で、牙でいいでしょ。愛人のサイコだが、ちょっともう寝たいんだけど、すでに
エスパークラスが攻撃に変化した。どういうこと？ちょ、クッチャーをどんどん食っていこう。ジャガーはさすがに弱い。踊りだこ。三セーフ。三セーフめちゃくちゃ継承するんだけど。まあ、強いからいいんだけどね。ちょっと一回帰ろう。寝よう。アシュラの塔、一回。で、踊りだこちょっと能力見てなかったけど、触手30、墨15か。墨ってでも攻撃しないよね。三星湯か。力かけ6。いや、ちょっとパラメータ的に若干弱いな。ま、そんなわけで、ちょっと探索が、続きましたけれども、今回はここで終了して、次回はアシュラの塔、内部入っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。